こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回はある商品を取り上げて戦略とマーケティングについて見ていければと思っています。この内容からわかることは、ライオンの洗濯用プレゼン剤ブライトストロング衣類の紹介シャワーを取り上げます。でこの洗剤が面白いなと思って、特に洗濯の常識にとらわれない発想が面白いと思っています。で後半ではこの商品の戦略とかマーケティングの観点から掘り下げたいと思っていて、具体的には2つあるんですが、戦わないための戦略と利用者ベネフィットについてです。戦わないための戦略と利用者ベネフィットです。それでは最後までぜひお付き合いください。はい、ご紹介したいと思った商品はライオンの洗濯用プレ洗剤ブライトストロング衣類の爽快シャワーです。でプレ洗剤とあるように、これはあらかじめ使うように作られた商品なんです。汚れた衣類があったとして、すぐにその場で洗えない時ってありますよね。この時にその服にこの洗濯液をかけておけば、後から都合の良い時に、つまりいつものタイミングで洗濯機で洗濯ができる洗剤です。この商品で面白いと思ったのは、洗濯の常識にとらわれない発想なんですね。どういうことかというと、一般的には洗濯は洗濯機でやるものと思われていると思うんですが、この商品のコンセプトというか考え方は、洗濯カゴから洗濯はスタートしているという考え方なんです。というのはどういうことかというと、この、ブライトストロング衣類の爽快シャワーの使い方を3段階で説明すると、今の内容がもう少しイメージ共有できるかなと思います。で3段階といった使用方法は、まず、衣類の汚れとか匂い、または菌とかウイルスも含めてなんですが、気になる部分にこの本品の洗濯液をかけます。でこれが1段階目で、衣類の爽快シャワーをまずかけておきます。で2段階目が、そのままいつもの洗濯まで放置しておくんですね。まあ、洗濯機の中とか、あるいは洗濯カゴに入れてそのまま置いておいて、で放置する時間としては6時間以上が効果的とのことです。でこれは後から少し最後に触れるので覚えておいていただきたいんですが、放置する期間というのは1週間程度でも大丈夫というのが公式サイトに書かれています。これが2つ目ですね。洗濯まで放っておく。で3つ目の段階が、いつもの洗濯にするんですが、他の洗濯機と一緒にいつものタイミング、例えば晩にまとめてとか、翌朝にまとめて前日の洗濯をするというタイミングで一緒に洗えば OK というものです。まあ、このように事前にこの液体をかけておいて、そのまま放置しておく。これが洗濯カゴから洗濯機、洗濯が始まっているという考え方なんです。はい。で、使い方の特徴は今見てきたように、洗濯機で使う前に気になる汚れ部分に洗濯機をつけておいて、6時間以上そのまま置いておくということにあります。で放置した後に洗濯機で普通に他の衣類と一緒に洗えば、この、衣類の爽快シャワーの中に入っている洗浄ブースト成分とあるんですが、これは酵素ですね。酵素が汚れを落としてくれます。あらかじめブライトストロング衣類の爽快シャワーをかけておき、いつもの洗濯機で他の衣類と一緒に洗うんですが、これをあえて例えるなら、事前に学校の授業の予習を前日にすることによって、翌日の授業本番でより理解が進む、こんなイメージを私は持ちました。はい、ではここからは今紹介しているブライトストロング衣類の爽快シャワー、ライオンのプレ洗濯洗剤なんですが、この爽快シャワーの戦略とマーケティングの観点から掘り下げていければと思っています。ここで紹介したい、共有したい考え方がポイント2つあって、1つ目が戦わないための戦略、もう1つが利用者ベネフィットについてです。はい、ではまず前者の戦わない戦略から見ていきましょう。着眼点で面白いと思ったのは、洗濯は洗濯機でやるものという一般的な洗濯の捉え方に縛られずに、洗濯カゴから洗濯はスタートしているという考え方なんです。これは洗濯という利用シーンを点ではなく線で捉えているんですね。でここで言う線、点からいきますが、ここで言う点とは洗濯機で洗う時なんですね。で点ではなく線とは何を言っているかというと、もっと時間軸を引き伸ばして洗濯機で洗う6時間以上前に利用シーンを作ったこと、つまり、もっと前にこの衣類の爽快シャワーを使ってもらうとい こう利用シーンを引き伸ばして線にしたことなんですね。でこれは少し話が変わって一般的な話になるんですが、洗濯用洗剤の市場で起こっている競争というのは、洗濯機に入れる洗剤として選ばれて買ってもらえるかの争いなんです。で洗濯洗剤の市場には多数のブランドが、洗濯用の洗剤ブランドがあって、競争は激しい市場なんですよね。
しかしこの商品はプレ洗濯市場、つまり洗濯機を使う前に、目を向けて、そこはホワイトスペースで競合他商品はいないんですよね。ライトストロング衣類の爽快シャワーは競争の激しい洗濯市場からプレ洗濯市場に移ったわけなんです。ここに私は戦わない戦略があると見ました。はい、ではもう一つですね、利用者ベネフィットについても最後マーケティングの観点から掘り下げてみましょう。紹介している衣類の爽快シャワーへの利用者への提供価値は何があるかなと思った時に2つ思いつきました。一つが不安の解消と、もう一つが都度洗わなくて済むという 手間が省けることです。これら2つが利用者ベネフィット、つまり利用者への提供価値だと思いました。順番に補足をしておくと、前者の不安の解消というのは、例えばですね、服にコーヒーとか、ケチャップとかソースがついてしまった時ってありますよね。で、汚れた服を翌日とか、まあ、せいぜい当日の晩に家を帰って洗濯をすると、洗濯までのその間に汚れが服に染み込んでしまって、洗ってもシミが残るのではないかと、お気に入りの服がシミが残っても着られないんだ、着られなくなるのではないかと、こんな不安になったことってないでしょうか。しかしこのブライトストロング衣類の爽快シャワーを使えば、6時間以上の時間を空けることが必要で、これはつまり安心していつもの自分の洗濯のタイミングでそのまま放置できるんです。これがもしかしたらこの汚れは落ちないかもしれないという不安を取り除いてくれて、これが一つ目の利用者ベネフィットで不安の解消です。はい、で、利用者ベネフィットの2つ目で挙げたのは、都度洗わなくて済むということでした。これは例えばの状況を想定すると、そうですね、では例えば赤ちゃんとか小さい子供って食事のたびに服を食べ物で汚してしまうんですよね。で、汚れがひどいと親は毎回の食事ごとにその服を手洗いすることになるんです。まあ、それだけの服を洗う少量なので、洗濯機を回すほどでもないんですよね。で、手洗いをしているときは小さい子供とか、もっと言うと赤ちゃんから親は目が離れてしまうので、赤ちゃんのことを見ていられないという不安感もあります。しかし今回紹介しているブライトストロング衣類の爽快シャワーを使っておけば、その日の晩とか翌朝に他の服とまとめて洗えるわけです。で、他に重宝しそうな利用条件でいうと、一人暮らしですかね。一人暮らしをされている方はわかると思いますが、洗濯の量って毎日するほどでもないんですよね。もちろん夏場であれば毎日は洗いたいところではあるんですが、とは言いつつも自分一人だけだとそんなに量はないんです。で、この時に気になる汚れ、例えばシャツの首周りの襟部分だけは衣類の爽快シャワーをつけておいて、後でまとめて洗うということもできるわけです。で、ちなみにさっき触れたように、爽快シャワーは服に洗剤液をつけてから最大で1週間程度は持つということなので、一人暮らしの方にもこの爽快シャワーは重宝できるんじゃないかなと思いました。はい、そろそろクロージングです。今回はライオンの洗濯用プレ洗剤を取り上げました。最後に簡単に内容をまとめておきます。ライオンの洗濯用プレ洗剤ブライトストロング衣類の爽快シャワーは、汚れた衣類をすぐに洗えないときに衣類に洗濯液をかけておけば、後から自分の都合の良いときに洗濯ができるという面白い洗剤です。で、面白いと思ったのは、洗濯の常識にとらわれない洗濯カゴから洗濯がスタートしているという着眼点がいいなと思ってます。で、後半では戦わない戦略という観点と利用者ベネフィットから見てきたんですが、戦わないための戦略というのは、競争の激しい洗濯市場からプレ洗濯市場、つまり洗濯機を使う前に利用シーンを見出して、まあ、そこはホワイトスペースで競合商品はいない、戦わないための戦略というのを見ました。利用者ベネフィットについては2つあって、一言で言うと不安の解消と洗う手間が省けることです。前者の不安の解消というのは、服が汚れてもこの洗濯液をつけておけば安心していつものタイミングで洗えるので、そのまま放置できるので、もしかしたらこの汚れは落ちないかもしれないという不安とか心配を消してくれます。で、後者の洗う手間が省けるというのは、例えば赤ちゃんの食事で汚れてしまったとしても、その場で都度洗う必要はなくて、いつものタイミングで洗っておけるというのも利用者ベネフィットです。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信を続けていくので、よかったら次回もぜひよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。